ラジオネームハンドルネームさんからです。今までで一番尖った名前じゃないかな。ハンドルネームさんから、上力士さん、リスナーの皆さん、おはようございます。あ、違う、これカッコ炭治郎メソッドって書いてあるからね、リスナーの皆さんおはようございます。ファミリーマートでお買い物中の皆さん、移動中、作業中の BGM として配信いつも楽しませていただいております。ありがとうございます。さて、力士さんと上手の皆様に折り入ってご相談があります。それは個性についてです。先日の養成所に通ってる方のお便りと内容が被ってしまうかもしれませんが、切実な悩みなんで、メールさせていただきましたと。そして、ね、先週もなんかね、エンタメの養成所に通ってる人からのお便りあったんですけれども、まあちょっとその系統ですかね。私はとある地下アイドル、ローカルアイドルのような活動を1年ほど行っておりました。そのグループが諸般の事情で近々解散することになり、次のグループのオーディションを受けようと思っているんですが、運営さんやファンの方に言われた、マラナちゃんって没個性だよねという言葉が忘れられず、次の大きなオーディションでどのようなキャラ付けでいこうかと日々頭を悩ませております。自覚はありました。歌が上手いわけでも声に個性があるわけでもなく、ダンスは下手馬な部類に入るレベル、ビジュアルはファンの方曰く普通に可愛い、ちょっと芋臭い、ファン対応は真面目、性格はポンコツ、天然ではないのです。何をやっても42点くらい、精一杯頑張っても中途半端なのです。そう、半端なポンコツ、ドジっ子は個性にならないのです。次のオーディションが私にとって一番の目標にしていたグループのため、絶対に掴み取りたいのです。オーディションまで残り半年、ビジュアルは努力を続けるとして、優しい、真面目、頑張ってはいるよねが人から言われる褒め言葉の自分が、表現者として前に進むにはどうしたらいいのでしょうか。個性とは、強みとは、一体どのようにしたら見つかる、身につくのでしょうか。一朝一夕に身につくものではないというのは存じておりますが、どうかご教授いただけると幸いです。暑くなってまいりました。水分補給をしっかりして体調等を崩されませんよう、どうかご自愛ください。はい、というね、ヒロアカの話じゃなかったんですよね。地下アイドルというのやってて解散して、なんかこう個性を一個つけてオーディションに臨みたい。しかしこのあれでファンっていうのもなかなかもうどうしようもないね、これね。本当にね、大ちゃんってさ、没個性だよねってね。なんていうかね、こうね、このファンとの距離が近いっていうのもね、考えもんでね、こういうのを直で浴びせられるっていうね。これね、ファンはね、別にね、悪意を持って言ってないんですよ。ね。なんか、こう、美味しくしてあげようと思って言ってんの。絶対違うんだけど。大ちゃん、ほら、個性がないのがいいとこだからさ、へへへ、こんなことも目の前にして言っちゃえる俺、突っ込んでいいよ。もうなんでそういうこと言うの、ほら来た来た来た、それ来いそれ来いっていうね。それはよくない。だから一旦全部忘れていいと思います。そうね、もうね、いや多分ね、まあそのファンの人たちに支えられてっていうのがあるから ね、そんな無限にはできないんですよっていうのは分かるんだけどもね、一旦忘れましょう ね、どうせね、ね、運営もね、結局もう分解させちゃったし、もう一旦忘れよう。没個性かどうかはまあさておきというね。ただね、付け焼き刃というかね、急ごしらえの個性っていうのをね、なんかこう無理やり身につけて、自分の体に合わないエンジンをくっつけてそのまま崖下に突っ込んでいくみたいな例もねありますから ね、何の興味もないのにいきなりなんか昆虫食えますとか言って昆虫食ってみたりとか、まあ良くないと思いますよ俺は。どうしてもね、知らなかったけども一から鉄道のことを覚えて、もう鉄道マニアとして、私って鉄道好きなんですよっていうので、でいずれなんかボロがあれして、なんかこう馬脚を表してしまってね、でそのなんとか線は知らないですね、なんとか線とはなんだ君って怒られたりとか、ね、この辺がね難しいですよね。うん、でもなんだろうな、でもラジオネームがハンドルネームなんだよな、この人っていう、もう そこを取っかかりにするしか、このお便りからはね。まあまあでも全然ね、変な話いるじゃないですか、別にアイドルだって全員が全員バッチバチの美少女だったりね、めちゃくちゃなんか特技があったり、なんかバトンが死ぬほど回せますとかね、でダンスがもう全国2位ですとか、そんな人たちばっかりじゃなくて、なんかそういう普段スンとしてるんだけど、たまにスッと出す一言で、この子これがあるからなーみたいなのもあったりとかね。
ダンス、歌はね、ね、そこそこかもしんないけれどもね、この子、ね、MC も別になんか裏回しとかすげえあのガツガツしないんだけども、一個これあるんだよな、この子ね。絶対、このステージ一個終わったら MC パート絶対一個面白いこと言って返してくれるんだよな、みたいな。まあこれはこれでちょっとハードル高いかもしんないですけれどもね。これ難しい。じゃあ、ね、ここでまあ俺が大喜利的にね、じゃあ君はハンドルネームちゃんは今日から、ね、今日から満月の日には狼になるアイドルになれとか言うのは簡単なんだけども、それを言われる側の気持ちみたいなのもわからなくはないから無責任になれないね。でこうなってくと、じゃあ本当に大事なものってなんだろうって考えていくと、笑顔とかになるんだよね。笑顔、誰よりも笑顔で、誰よりも笑顔で一言なんかキラッと光ることを言う。難しい。で、あのそういうのって絶対にオーディション映えしないんだよね。没個性でもなんか没個性を逆に個性にしようみたいなのも、もうふわっとしすぎてて、オーディションで何すればいいんですかって。じゃあちょっと自己アピールお願いします。いやもう私はね、もうさんざっぱい、没個性と、もうファンの言われつって、握手してんですよ、ファンがもう握手してありがとうっつってんのに、いや今日もね、今日なんか地味だったねとか、にっこにこしながら、あれなんなんでしょうねっていう、こう漫談キャラにしかならないもんね。闇の漫談キャラのアイドルいらないんじゃない、あんまりオーディションで拾わねえんじゃねえかなって思うし、これいいね。あと半年でしょね、そう、優しい、真面目、頑張ってるっていうね、これはもうね、言われてるね、この人の長所として言われてるのはもう武器でしかないんだけども、でも本人からしたら、そんな周りもみんな持ってるよって、大体みんな真面目なんだよって、なんかそれアイドルとかああいうね、まあなんか裏ではもうみんないがみ合って蹴落とし合ってみたいな、ねえんだよ。みんな真面目にひたむきに、じゃあ私ここでちょっと前出るからなんかお願いね、うん、分かった、みたいな。ね、みんな真面目に頑張ってるっていうところあるんですよ、実は。いやー、なんでちょっとね、ね、お便り読んだようなんですけども、いきなり、じゃあお前は明日からってね、ドラゴン桜みたいに、お前は明日からこうなれっていう風に、東大に行けっていう風に言えないところあるんですけどもね。まあ、あとはね、時勢からきついけどね、いろんなとこ行ったことあるアイドルとか、いいかもしれないね。47都道府県全部回ってますみたいな。で、何々県どうって言われたら、これだから俺の、ね、ちょうどいいご当地ネタの話と、ちょっとなんかね、俺がそういうの好きなんだろうけどもね、どこどこ県に行ったら、どこどこ県といえばあそこにっていうのが、もう北は北海道、南は沖縄まで全部あるとか、こうね、それを行ったことないんだけど、行ったことないんだけど全部言えちゃうみたいな。なんかそういうね、結局なんか、でもこれも鉄道のさっきの例えと同じになっちゃうんだよ、覚え芸になっちゃうんだよな。まあでもオーディションを勝ち抜くためには、こういう、なんて言うんだろうな、強化走行みたいなやつもいるのかな、具足みたいなね、そういうのを一個こう着込んだ方がいいのかもしれないし、難しいね。うんね、先週も言ったけども、やっぱりあのオーディションを偽お嬢様で乗り切った男にはね、だから君も、じゃあ分かった、もう半年いろいろ迷って、本当にダメだったら偽お嬢様で行きなさい。でダメだったら俺を恨んでいい、これで行こう、ね、半年間もう自分に合ったものをいろいろ探してみようね、ビジュアルとかダンス歌も、レッスン頑張ってみよう。どうしても見つからなかったらあげる、6名間キリコで、ダメだったら俺を恨んで、そう、だから逆にはもう、その偽お嬢様、最後どうせ偽お嬢様で自爆攻撃仕掛けるから、そう、最後はそれあるから、ね、逆に頑張れるやっていう感じでいきましょう。ね、よければまた半年後にね、このラジオなんてタイトルになってるか分かんないけれども、オーディションの結果聞かせてください。よろしくお願いします。